キロチームキックオフで真ん中に行きましょう。さあ行きましょう。エンジョイの一戦目。さあカメラも回って張り切っていきましょうか。まずいきなり勝った中央ビブラシム。さあ立ち上がり落ち着いていきましょうか。中央ドリブル、ナイスボール、そのまま左サイドフリー。ここは一旦押し上げを待って後ろ、さあ繋いでいきましょう。右サイドから縦にボール、ナイス、かわしてゴール前チャンス、中央には誰もいない。さあキロチーム繋いでいきましょうか、ナイス。さあ激しいプレスはビブラシチーム、サイドラインビブラシボール。さあ左サイドからビブラシチーム中央、いやこれは空振り。さあ行きましょう。立ち上がり30秒、まずはビブナシチームペース、中央ポストベガラ、そのまま押し上げてくる、ドリブル左サイド、さあフォロー越し、ナイスで前からカットはビブナシチームがナイス。さあ繋いでいきましょう。ここもビブナシチームのいいディフェンス。さあビブナシチーム早いリスタート、届かない、押し越し。さあ立ち上がり先制点狙っていきましょうか。右サイド展開、ここもプレッシャー、中央に預けてゴール前ナイス、強引にシュート、いや攻められ続けた黄色チーム、まずは先制1対0。さあビブラシム取り返していきましょう。さあまだ1点差。さあまずは中央からビブナシチーム、すぐに同点、追いついていきたいところ。右サイドから左サイド、さあ繋いでいきましょう。縦にフォローに入ってくる中央、黄色チームがいいディフェンス、ナイス。右サイド囲まれる、ナイスでいい、ナイスでいい、なかなか自陣に行かせてくれない、でいい、いやーナイス。残したボール繋いでくるビブラシム、右サイド、これが繋がらない、ラスパス欲しい。さあキーパーから黄色ボール、左サイド早いリスタート、これは敵、危ない。さあ中央が2対2、ここは縦には繋がらず。さあ黄色チームポストプレーからターンしてかわしてくる、右サイド2対1チャンス。さあ逆サイドも、いや惜しい、ここでコーナーキック、黄色ボール。さあ追加点いきましょうか、右サイドがニアサイド欲しい。さあビブナシチーム、ここもカウンターいけない、ここも早い戻り、黄色チーム。さあ立ち上がり終わって1対0、黄色チーム1点リード、つないでいきましょう、右サイドから、ここも敵。さあ中央ポストプレーからダイレクト左サイド欲しい、ビブナシボール。さあ右サイドビブナシチーム取り返していきましょう。さあもう一度右に展開、中央は黄色チームの固い守り、崩していきましょう、これもパスが合わない。さあ中央前からカット、左サイドフリー、ゴール前、いやポスト直撃、こぼれ球、もう一度、いやまさかのホームラン。さあ同点ならず、いきましょう。さあ黄色ボールから再開、右サイドつないでいきましょうか、中央ポストプレー、そのままターンして3対2、浮かしたボール、いやうまい、いや惜しい。さあここはフィニッシュ決められず、コーナーキック、黄色ボール。さあ残り時間あと半分とちょっと、さあここはニアサイド、コーナーキック、黄色ボールが続く。さあ追加点いきましょうか、ニアサイドで1枚、ファーサイド、これは敵。さあカウンター、いやまた抜きできない、ゴール前危ない、ここはナイスでいい、ナイスでいい、ここは必死のディフェンス、ビブナシーム。さあ中央から4対1、左サイドの展開、右サイド内防、ゴール前ダイレクト、いやーうまい、ナイスゴール、1対1同点。ではガチの方でキーパー交代しましょう、ビブラシームガチの方でキーパー交代お願いします。さあ行きましょう、黄色ボール、いい時間で追いついてきたのはビブラシーム、1対1。さあ追加点いきましょうか、両チーム中央から左サイド残り半分。さあこのプレッシャー、長いボールはそのままゴールキーパービブラシボール。さあキーパーから左サイドプレッシャー、黄色チームは前から来る右サイドに展開、さあ中央フォローに1枚つないでいきたいところ、黄色チームもゴール前いいディフェンス。さあドリブルで持って上がって右サイド、ボールは残したまま、危ない危ない、ビブラシボール。さあ右サイドからビブラシーム、落ち着いていきましょうか、1対1。さあ中央に預けてプレッシャー、黄色チームゴール前行かせてくれないで、うまい、ゴール前中央、あとはキーパー、いやー狙ったループはわずかに枠の外、欲しい。さあ残り2分いきましょう、1対1。さあ右サイドなんとかキープ、右サイドに手がそのままドリブルかわしてシュート、いやーナイスキー、こぼれ球危ない、ナイスディナイスディナイスです、ビブラシボール。さあ残り1分半、左サイドビブラシーム、中央フリーでそのままシュート、いやー惜しい、これはコースを外して。さあ黄色ボール、キーパーからいきましょう。さあ残り時間1分30秒、1対1、ナイスディ前からカット、危ない危ない。さあ黄色チーム落ち着いてつないでいきたい、キーパーから長いスロー、中央ポストプレー、左サイドは読まれている、そのままカウンター、ここも中央でカット、さあ逆にカウンター、3対2、中央ドリブル左サイド、いやーこれはそのままシュート、
決めきれずナイスブロック。さあ黄色ボール右サイドは中央、残り時間あと1分、ヒールで流して逆サイド通らない。さあここもこぼれ球拾ったのはビブなしチーム内で、黄色チームが前からプレッシャー、惜しいサイドライン黄色ボール。さあ右サイド黄色チーム近くに預けてゴール前チャンス、うまい、また抜き右足シュートは力がない。さあビブなしボール右サイドナイスロー、ダイレクトつながらない、惜しい。さあ残り30、1対1のまま残り30秒、長いボール中央でカット。さあ右サイドフリーでゴール前チャンス、いやーここも決めきれず、さあ縦にはここもつながらない、両チーム焦りが出たがパスがつながらない、長いボールナイスクリア、ビブなしボール。さあ時間がない、残りが15秒、1対11点勝負、中央はいや危ない危ない危ない、ポスト直撃。さあ黄色チーム落ち着いていきましょうか、ラストワンプレーいきましょう、1対1のままラスト、危ない危ない、前からカットはビブなしチーム。さあ中央から左サイドオーバーラップ、さあここももう一度組み立て直し最終ラインいきましょう、ラストワンプレー1対1の同点、右サイドフリーで受けてゴール前に1枚、さあ左に流れてくる中央からナイスボール、ダイレクトつながる、フリーでゴール前、いやーナイスーラストはビブなしチーム2対1、アメいきましょう、ビブなしチームキックオフ。さあいきましょうか、2戦目、エンジョイ黄色チーム対ビブなしチーム。さあ中央からポストプレー、いきなりカットは黄色チーム、ナイスボールスルーパス、いやナイスキー、ここはキーパーいい判断。さあまたカットは黄色チーム、中央から左サイドフリー、右サイドつながらずカウンター、3対2、中央から右サイドうまい、かわして右サイド通らず、そのままカウンター2対1。さあチャンス、いや長すぎる、惜しい惜しい、サイドラインビブなしボール。さあ立ち上がりから激しい展開の2戦目、中央降りてきて右サイドカット、そのままドリブル中央からワンツーうまい、いやゴールライン、あと3センチ押し込めず。さあ切り替えたい黄色チーム。さあここは3枚しっかりとディフェンス右サイド、さあ滑る足元逆サイドダイレクト、危ない危ない、ここはキーパー正面。さあ今度は右サイドから黄色チーム、ここも キープはできず一旦後ろ。さあビブラシーム中央から速いボールカットは黄色チーム、そのまま3対3、左サイドヒールつながらずナイスイ。さあ奪い返してつないでいきたいところ、中央通らずショートカウンター、3対2、ゴール前チャンス、左サイドフリーでゴール前、いやー惜しい、これも枠は捉えきれず惜しい。さあ中央ポストプレーフォロー越し、そのままキープ、ドリブルで仕掛けてくる左サイド中央、さあチャンス、右サイドオーバーラップダイレクト、いやー惜しい、これもわずかにポストの横決めきれず。さあ立ち上がり残りが30、いきましょう。さあ中央から左サイドに展開、ここも黄色チーム前から1枚、ナイスディ、さあしっかりとついてくるナイスディ、さあ押し上げてくるビブラシム、中央からポストプレー速いボールナイスカット、そのままドリブルからうまい、ゴール前キーパーうまい、いやーポスト直撃決まらない、惜しい。さあ今度は中央からダイレクト、左サイド抜け出してゴール前かわせない、いやー嘘でしょ。さあ黄色ボール危ない危ない、ビブナッシーも決めきれず、さあポストプレー、ここはサイドラインビブナッシュボール。さあ行きましょう、右サイドからビブナッシームチャンス、近くに1枚、ファーサイド速いボール中央でカット、そのままドリブル縦に預けて、ここで前からカットはビブナッシーム。さあ奪い返す黄色チーム、長いボールヘディング、ルーズボールヘディングつなぐ、右足シュート、いやそのままダイレクトボレーナイス。さあまずは先制ビブナッシーム、さあ取り返していきましょう黄色チーム、残り時間まだたっぷり。さあ中央から水のプレッシャー、ビブナシーブが前から来る、さあここもフォロー越し中央、ここもワンタッチ、ビブナシーブカット、1人かわして4対2が左サイドフリー、ナイスディ、ナイスです、サイドラインビブナシーボール。さあ残り時間半分、残り半分1対0、黄色チーム2戦目も追いかける展開。さあ右サイドオーバーラップ内ボール、いや惜しい、トラップ流れて黄色ボール。さあ左サイドから中央、右サイドカットが入るか、危ない危ない、ビブナシーボール。さあビブナシーム追加点狙いに来る、左サイドから中央大丈夫ですか、滑る足元黄色ボール。さあ黄色チームそろそろ1点返したい、そのまま縦に上がってくる右サイド、
B ブラッシュもゴール前分かった今守りナイスでいっさあここは強引にいやーナイスキーナイスキーパーさあ今度は右サイドカバーしてくる前ナイスでいっここはいいカバーリングさあここは B ブラッシュチームがキープ右サイド左サイドに展開さあ中央さあ拾ったのは B ブラッシュチーム3対2さあ戻りたい黄色チームゴール前危ない危ないナイスキーコーナーキックさあコーナーチャンス B ブラッシュチーム追加点狙いに来るニアサイドに1枚さあ浮かすボールはそのまま黄色チームカットうまいかわして3対1さあこれは大チャンス決めておきたいいや弱すぎる危ない逆に4対1さあ2点目くるか中央から右サイドダイレクトいやないでナイスディフェンスここは2人で守りきる黄色チームさあ残り時間少なくなってくるかまだ時間はある1点差右サイドからそのままシュートいやナイスキックこぼれ球黄色チーム縦にはかわせずビブナシチームカットさあ中央からそのまま右サイド展開縦にかわせられましたガチの方でキーパー交代しましょうビブナシチームの方ガチの方でキーパー交代しましょうありがとうございますさあ黄色ボールから再開いきましょうか中央まだ行ってさあ黄色チーム追いついていけるか中央さあここも前からカットにかかるビブラシーム危ない左サイドプレッシャーにかかる中央カットそのままフリーで左サイドいや惜しいこれはトラップアズさあ黄色ボール右サイドさあ残り時間があと1分ナイス中央ダイレクトつないでくる左サイドに展開そのままオーバーラップ縦につながるかいや惜しいさあチャンスゴール前いやこれも息が合わない惜しいビブラシーボールさあ縦に預けてビブラシームの攻撃1対0のまま残り時間あと1分中央トラップ流れて黄色ボールさあキーパーから黄色チーム右サイドでかい縦にフォローに入ってくるナイスボールここ早い戻りビブラシチーム右サイド中央ダイレクトつながらずナイスキープさあそのままかわして3対3さあゆっくりと右サイドもオーバーラップ内でナイスですビブラシボールさあ残りが30秒中央1対0うまいかわして右サイド内でさあチャンスになるか黄色チームかわしていければチャンスうまいさあゴール前フリーで1枚右がシュートナイスキーパー正面さあ時間がないこれは長すぎる黄色ボールさあラストワンプレーいきましょうさあ1対0黄色チーム無得点のまま終わるのか2試合目さあ中央プレッシャービブナシチームは前から来るさあ今度は右サイドからポストに1枚ここでカットはビブナシチームここはさあ1点リード中央ポストプレー取りたいそのままサイドライン2戦目ビブナシチーム勝利1対0ありがとうございますいきましょうビブナシチームキックオフさあ3戦目中央からまずはビブナシチーム右サイドダイレクト右サイドオーバーラップここは行かせないここは黄色チームが前からカットさあヒールでうまいゴール前中央いやーナイスキーナイスキーパー危ない黄色ボールさあ早いリスタートさあ奪って左サイドスルーパスチャンスかわしてゴール前ナイスキーナイスキーパービブナシボールさあ左サイドビブナシチームの攻撃さあ両チームとも立ち上がりどうなってくるかさあ中央プレッシャー黄色チームが前から2枚さあキーパーも押し上げてくるが浮かせたボールそのままつながるあとはキーパーさあここはキーパーナイスさあ見せどつないでいきましょう黄色チーム内でさあつながる左サイドがダイレクト中央ワンツー抜け出せないビブナシチームがいいですナイスタンうまい3人置き去り右サイドから逆サイドゴール前いやーナイスキーこちら黄色チームスケットキーパー大活躍いきましょうさあ中央プレッシャーナイディナイスですさあここは狙われてるゴール前さあチャンスが1対1かわせないナイディ黄色ボールさあ見せるから黄色チームファーサイドの1枚ここは一旦後ろに預けて中央2枚さあつないでいくがまた抜きはそのままゴールラインビブラッシュボールさあ立ち上がり1分30秒0対0のまま右サイドが中央プレッシャー黄色チームそのままドリブル仕掛けてくる縦に1枚ナイスいや強引に持ってくる3対2いや危ない危ないここもキーパーしのいで早いリスタート中央さあビブラシチーム狙ってくるポスト直撃危ない危ないさあワンタッチコーナー行きましょうビブラシボールコーナーさあ攻め込んでくるビブラシチーム3戦目も勝ちに来る危ないいやー惜しいさあ黄色ボール
黄色チームまずは先制点が欲しいところ、ダイレクト右サイドプレッシャーナイディ中央ポストプレー、ここも前からカット、さあここは切り替えたい、ゴール前ナイスイ、中央は危ない、さあカウンターチャンス、サンタリー、いやーナイスイ、ナイスクリア、黄色ボール。さあ立ち上がり終わって0対0、3戦目勝ちに来る黄色チーム、左サイドドリブル、ここは行かせない、ここはビブラシムの堅いディフェンス、右サイドさあフォロー越し、フォロー越し囲まれる、ナイスイ、ビブラシボール、さあ左サイドフリーでくる、ダイレクトはバーの上押し、さあ黄色ボール行きましょうか、中央キーパーから右サイドに展開、さあポストに1枚、左サイド流れてくる、前からプレッシャー、ビブラシーム内でいい、さあ繋いでいきたい黄色チーム、フォロー越し縦に預けて、ここもうまいかわして、左サイドうまい切り返してくるか、いやー惜しい、最後のシュートは力がない、さあここでキーパーから右サイド前からカット、黄色チーム、さあチャンス、中央からゴール前、いやー味方に当たってナイスブロック、そのままカウンター行かせない、さあチャンスうまいかわして3対1、ミゼのゴール前チャンス、打たない打たない、さあいやー狙いすまして左隅ナイスゴール。さあ3戦目でキーパー、ガチの方でキーパー先に交代していきましょう。さあ3戦目は黄色チームが先制、いきましょうか、残り半分、中央カット、さあこぼれ球は黄色チームがつないでくる、中央ドリブル、左サイドはつながらない、そのまま縦にナイスでいい、ナイスです、かわして中央からワンツーうまい、抜け出してゴール前、いやーこれはナイスワンツー、2点目、さあでは連続で決めてきたのはおなじみ2トップ黄色チーム、さあビブラシム取り返していきましょう、ナイスでいい、ナイスです、ここも黄色チーム動き、チャンスゴール前、ナイスキーパー、ここも守護神固い守り、ナイスケット、さあ右サイドからコーナーキック、ここで1点返しておきたい、2対0、中央はそのままサイドライン、黄色ボール、さあ残り時間が1分半、ここで前からカットはビブラシム、3対3、さあここはしっかりとしのいでいきたい黄色チーム、ビブラシチームは早めに1点返したい、カット縦に預けて1対1、さあ勝負来るか、中央からゴール前いかない滑るボール扱いきれず、さあここはサイドライン、ビブラシボール、さあ残り時間1分とちょっと、行きましょうビブラシチーム、まずは1点返したい、2対0、これも息が合わない黄色ボール、さあ残り1分、残り時間あと1分、3戦目、黄色チームうまい、ナイボーゴール前、いやーうまい、ナイスボール、ナイスゴール、これで3点目、3対0、さあビブなしチームどうしたいきましょう、残り時間1分切ってきて3対0、厳しいか、左手をかわせない、ナイスディ、黄色チーム3戦目は動きが違う、中央ポストプレー、そのまま流れてサイドライン、ビブラシボール、さあビブラシボール残りが30、中央ポストプレー、さあ左サイドオーバーラップ、ここも黄色チームがパスコース切ってくる、ナイスで黄色ボール、さあ時間がない、ビブラシチーム左サイドはナイスで、さあチャンス4対2うまい、ゴール前、いやーここでようやく1点目、さあ3対1いきましょう、ラスト、ラストワンプレー、さあもう1点返して終わりたいビブラシチーム、ラストワンプレー、中央プレッシャー内で、さあ黄色チーム中央ポストプレーから右サイドダイレクト中央つながらない、さあラストワンプレー、うまい、いやちょっと遅かったか、3対2黄色チーム勝利、ありがとうございますいただきます、本日も寒い中アイダスフットサルパーク渋谷お集まりいただきありがとうございます、本日の MVP1 名様アシスタントの上原くんの方から発表していただきましょう。さあ誰に行くんでしょうか、一番声を出して盛り上げて味方を吐くて盛り上げたり歌って褒めてくれた誰誰あなたに決定ナイス MVP の取り方知ってる男ナイス
ありがとうございます。でラストもその調子でお願いします。